開けろ、ノブ。どうかお気をつけて。待ってたよ。一人で倒したのか。来るなら早く来て。危うく死ぬところだったよ。猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい。鍛冶屋を見たって人もいる。弟か。もしかしたらね、金田の入江の近くに野営があるって聞いた。場所ならわかる。力を貸してくれる人は見つかった？一人だけな。石川先生だ。あの弓の名士も？すごいね。いや！後でタカも手伝ってくれるよ。もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。そんなことない。弟は何というかな。あんたにも兄弟はいるの？俺の身内は叔父上だけだ。助けた後はどうするの？休みたい。叔父上がいらっしゃれば島は救われるからな。そればっかりだね。勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。お主は弟を助けた後どうする？実は考えてる暇はなかった。傷はどう？もう痛まない？ほぼ治った。お主の手当てのおかげだ。あんた心の内を明かさない男だね。そう見えるかもな。武士ならば感情を御せと叔父上に言われた。幼い頃から受けてきた教えだ。なんだか生きづらそうだ。それが物の札。この先に川を見渡せる場所がある。そこからなら野営がよく見えそうだ。あれが野営？入れそうにないな。数日でしつらえたものならばどこかに隙間がある。探すぞ。タカを助けなきゃ。敵に騒がれずに。何か手があるはずだ。あの岩は登れそうだ。足場が緩いと崩れる。気づかれるよ。奥の守りは固そうだ。正面の壁は出来上がっておらぬな。隙間があるかも。正面の壁に隙間がありゃ中に忍び込める。そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば捕虜が殺されるよ。
何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不満でもあるのかい。この島はかつて賊がのさばっていた。しかし武士が乱を鎮め正義をもたらしたのだ。我らは誉れと共に生き、誉れのために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくっちゃ。叔父上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの。近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃ暗くなるまで待とう。行くぞ。タカは苦労してるんだ。モーコが来る前から守ってやったのだな。兄弟だからね。タカは盗みを嫌ったけど、飢えて死ぬよりはマシだろ。やるしかなかった。俺も武士になるほかなかった。だが教えに背くのはやはり。モーコに殺されてた方が幸せだった。恨みを晴らしたいんだろ。何だってやらなきゃ。通るぞ。蹴取られれば捕虜が殺される。じゃあ音を立てずに喉をかっ切るしかないね。お前はどう見る。足を怪我しています。矢が当たりましたね。手負いの熊は死に物狂いだ。ぬかるでないぞ。わかりました。後を追うぞ。この地に熊が出るなんて。そうだな。戦火の槍川から逃げてきたのだろう。無本物のせいです。罰として熊の餌にしてやりましょう。卑しきことを申すでない。ここで倒れましたね。虫の息です。ああ、すぐ近くにおるな。気を抜くなよ。分かってます。とどめは私に刺させてください。お前が感情を御せるのであれば、その時は考えてやろう。いました。寄るな。生きておるやもしれん。この焼き傷では死なぬはず。見てください。この傷の跡は矢ではありません。やりかわだな。卑怯者、地頭様の背を狙うと。酒井、怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですが叔父上よ、罪人はその命をもって償わせねば。
目をそらすな。怒りや恐れで人を殺めてはならん。誉れを胸に切れ。敵を前にして背を向けてはならぬ。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。それが侍の姿だ。虚に乗ずるは臆病の印。ジン、どうした？タカを探そう。見つかるわけにはいかん。五感を研ぎ澄まして頭の中まで野党になるんだ。檻だ。タカか。見に行こう。違う。お主は菅笠衆か。かつてはな。あそこも飯に困ってきたから抜けてきたんだ。志村殿が捕まり、お助けするにも人手が足りぬ。手伝ってくれ。無理だ。だが菅笠衆に聞いてみろ。筒の氷で猛虎を襲ってるって聞いた。岸平原の近くの海岸だ。こっち。弟を探してる。タカという刀鍛冶。お前はない。だが大岡が他へ移された。捕虜が移されたって言ったね。どこだ？アザモウラがどうとかって。そういえば鍛冶屋の男を見た。若くてヒゲの生えた槍川の出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。
鍛冶屋が見つかるといいな。たかがアザモ裏で生きてる。壁で囲まれた村か。策もなく乗り込めば帰り討ちに遭うだろう。友人が手を貸してくれるかもしれない。よかろう。まずはタカを救い、それから叔父上だ。ジン、タカならどんな道具だってすぐに作ってくれる。でもその後二人で島を出たい。猛虎のことならば案ずるな。叔父上が止めてくださる。とどまり、故郷のため戦え。故郷は私とタカがいるところさ。友人はアザモの氷にいる。ツツとの境だ。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう、教えに背くこと。なすべきをなしたまで。そっか。志村、主に牢は似合わん。たむかわぬよう民に言い聞かせる。さすれば縄を解いてやる。己のざれ言は聞かん。殺せ。すべてを失ったつもりのようだが、おいはまだ生きておるぞ。ジン、我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。すべてを掌握している。老いもじき見つかろう。酒井は一生懸命に戦うはずだ。わしもな。大事か。対馬の民はどうだ。お主は父も同然。我が子を見捨てるのはつらかろう。己のしもべにはさせんぞ。どこも猛虎であふれておる。戦えば野犬のように囲まれてしまう。奴らを寄せつけない手はないだろうか。飛ばすのに向いた諸刃の兵具、敵の胸を突き一息に仕留める。
よし、いい子だ。黄色のウグイスだ。あんな鳥は初めて見た。後を追ってみよう。ボンちゃん、しっかりしろ。必ず助けるからな。やめろ、けだものどもめ。お侍様。橋を渡れないのです。どうした？日吉の湯へ向かう途中で橋を渡ろうとしたら、猛虎が谷で待っていて下から矢を射始めたのです。怪我人が？文太、私の甥です。おとりにされておるのか。家族を橋から遠ざけておけ。あとは俺が。叫べよ、アッパー。家族に見殺しにされそうだぞ。デルシェフさん、ウルジューペック、アブラッキーキュルスヌキンアフ。ямар ч удам байна. Ой, үүгээр чи хартаа арчи. Хааж! Я кунсум темпла. Хааж! Thank you.
오쇼! 집세계 빌트 가스카이! 오쇼! 頼む娘が矢が止まった。終わったぞ。家族が待っておる。ありがとうございます。もう渡ってよいぞ。兵は倒した。痛めつけましたか。なぜお主が気にかける。このまま日吉の湯へ向かえ。油断するでないぞ。はい、そうします。
ほどの馬はいない。かけろ、ノブ。足立家の親方、政子殿がおるはず。政子殿、足立家のご一族、誰かおりませぬか。何者かが押し入ったか。薙刀、足立家の女の者だな。家族を守ろうとしたのか。荒らされているが、争った様子はない。調べるか。窓から子供を逃がそうとしたようだ。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。馬屋は空だ。誰かが奪ったか。乾いた血。蹄の跡、逃げた者がいたのか、追ってみよう。足跡、追っ手がいたようだ。騎兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。馬のむくろ、これは足立家の馬だな。死んで数日。政子殿、私です。お主は酒井家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は？武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死によ。さようか。
なぜここへ？おじうえが囚われの身に。手を結びましょう。私はおじうえを、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り、己を守る侍をなぜ？それはこれから突き止める。助太刀いたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。よし。親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢、私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた。一族の眠る場所だ。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも、赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と、私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず、北の地で。なれど今は足立の墓に。これから黄金寺へ向かう。お一人残されるとは。一人ではない。刺客が生きておる。刺客に見覚えは？ない。よその百姓だろう。百姓が武士の館を襲うとは。ただの賊ではなかった。何者かが我が領地を狙った者。お主一人で行ってくれ。宗玄という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか？やもめの頼みは聞け。宗玄と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では。私は寺の裏口で待っておる。酒井様、お達者のようで。何も言ったことないが、昔死にかけたことがあってな。やつ、火薬玉を投げた。まさか素手で。鎧を仕立て直しましょうか。政子殿の使いだ。
お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。よくお似合いでございますよ。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあればいつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。道中どうかお気をつけ。今は昔、天狗を相手にある取引をした男がいるといいます。しかしその後姿を消したとか。寂しむきを感じたり。草原か。さようで。酒井と申す。お侍。何用で。雅子殿から言づてだ。足立家の親方が襲われて他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしよ。戦支度をした奴らが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ、雅子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。めっそうもない。酒井様。無事であったか。長尾家の下男の権次郎と言ったな。長尾殿のことは無念であった。俺のような者のことを覚えててくださったんですね。あなたのおかげで大勢が助かってます。戦はまだ始まったばかりだぞ。だから俺もお手伝いしたいんです。みんなで使えそうなものを集めました。どうぞお受け取りください。これは助かるな。みんなに礼を伝えてくれ。他に役に立ちそうなものがあればあなたの立ち寄りそうなところに置いておきますね。よかった。対馬をどうぞお守りください。酒井様、ご無事で。疑ってるなんて言ってないだ。鎧は得たな。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神谷方から突然やってきたのだ。猛虎の噂が流れ始めた頃だが、足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。
あの坊主抜け抜けと。草原め、急いでおる。まるで巣へ戻る狼よ。空腹なんです。おなたを苦しめ。ここからはしゃがめ。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ、見られぬように。隠れて。見られたか。いいえ、走り出しました。行くぞ。隠れましょう。近づきましょう。こっちだ。まさかお前生きておる。武士を連れておるの。はあ、館で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あ、奴らが一族の仇。坊主は生かせ、他は殺す。いざ勝負。Yeah.
将軍、もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った？わしはただの使い走り。主はそれを知って何の役に立つ？己に問われる筋合いはないわ。政子殿、私は家族を埋めたのだ。一人をな、幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は人獄よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらべさえもか！やめよ！どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。子供を殺した褒美か。これきりの金のために。名前と家紋だ。政子殿に聞くか。何か見つかったか？何者かの名と家紋が。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいれば、このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。よし、ノブ。
酒井様、お助けください。アザモの酒蔵が大変なんです。津島一の酒蔵のことだな。初めて飲んだ酒の味はよく覚えておる。このままでは人が去り、猛虎に全て奪われてしまいます。様子を見に行ってみよう。こっちに来い。雅子殿、ご家族の仇について何か。形状の中に貞雄の名を見つけた。そやつはクタの村長だ。クタは足立家の領地。なぜ刃を向けた。恩知らずの裏切り者だからだ。夫がやつを村長に選んでやったというのに、あろうことか恩を仇で返すとはな。あの忌まわしき夜、やつはクタから逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。サダオは悪知恵の働く男だが、弟の八郎は能なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたね。おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。八郎をひっ捕らえてくれるわ。見失う前に出立するぞ。宿での件があったゆえ、寺においでとは思いもよらず。貞雄の弟を見張るついでに一族を弔ってやりたかった。すでに葬儀は済ませたのですか。犯人を殺すまで辛抱する。父上が死んだ夜に別れを告げたのですが、痛みは癒えました。埋葬はしたぞ。それで十分だ。今は食事は毎日取っておられるのですか。ああ、昨日は米と魚を少し。若い武士でも腹を満たし腕を休ませねばなりませぬ。お主、この私を年寄り扱いするか。滅相もない。腕は動く。心配は無用だ。そろそろ八郎に追いつく頃だ。どの道を行ったのでしょう。どちらも人が通っておる。調べてみましょう。近くにおるはず。そこにおる男、荷車。あれが八郎、貞雄の弟だ。何も忘れてないか。俺はどこだ。隙間とな。何も忘れてないか。俺はどこだ。あったあった。動いた。では後をつけるぞ。近づきすぎて見つかるなよ。おとなしくしていろよ。お前も餌が欲しいだろう。今日は散歩日和だな。
先客だ。あまり顔を出すでないぞ。食べ物、飲み水、もろもろです。見せろ。ああ、こちらです。酒酔い落としって話だ。持ってきた。まだです。ですが、お客人に贈り物が。話しておるな。渡しておろう。文を渡したのか。では、またいつもの慈愛に。頼むぞ。荷車はいい、馬を追うぞ。やはりな。ああ、お前も喋りすぎると毒に襲われるぞ。木こりの家、賊が固めておる。貞夫の親族だ。本人は中におろう。まだ分かりませぬ。何、すぐに分かるさ。
ムクロに尋ねることはできませぬぞ。中に人がおる。そやつに聞くさ。私が話します。傷つけはせぬ。我が名は坂。お主は？ヒナ、サダオの妻だ。夫は濡れ衣です。犯人は猛虎に決まっております。サダオ、わかりません。嘘をつくな。お控えよ。まずここを立たねば。館に連れて行くしかないな。私を殺すつもりでしょう。何も案ずることはない。お侍様、ここを通ってはなりません。武士と知っていながら俺を止めるのか。どういう了見だ。私の役目は神社を守ること。この戦が終わった後、神のご加護を再び求めて、民が詣でに来る時に鳥居がなくては困るでしょ。今こそ加護がいる時だ。そうですが、社への道は険しく、私も一度参ろうとしたところ、途中で死にかけました。俺ならたどり着ける。木登りも崖登りも得意であったからな。もし社まで行けましたら、島のためお祈りしてご符をお持ち帰りください。身につければ御身をお守りくださるはずです。故郷のため役立てよう。助かった。対馬にある鳥居は全て神の社へと通じています。ご父もそこで得られることでしょう。
ジン、来たか。雅子殿、裏切り者の所在は聞き出せましたか。聞こうとしてもあの女メソメソと泣きおってな。仕方ありません。責めたくもなるわ。それとも和光殿の魅力で落としてみるか。女は中だ。お待ちを。酒井様。雅子様に殺されてしまいます。目を見ればわかるのです。お主の無事は受け合おう。手を貸してくれるなら。知ってることは全て話しました。八郎が文の運び手ならばどこかで貞男と会うだろう。うかうかしておったら雅子殿に先を越されるぞ。どうかお助けください。そのためには俺が二人を見つけねば。まずは隠れ家だ。心当たりは。考えてみます。忘れてはならぬぞ。貞男は人を殺したのだ。すぐに戻る。隠れ家を思い出させておるところです。何を見返りに。歩きましょう。声が届かぬ場所までな。貞男を助けるとヒナに話しました。できぬ約束をしおって。ヒナの信用を得たかったのです。嘘をついたのだな。救えるならば救いましょう。嘘ではない。失敗したらどう弁明するのだ。貞男の罪は深く、雅子殿の裁きに物申す気はないと。館のあらゆるものが家族が死んだ夜を思い出させる。あなたの親里にはどなたかいらっしゃるはず。訪ねてみては。兄は数年前に死んでしまった。そして姉も殺されておった。金色の帯で見分けるのがやっとだったがな。思い出させてしまいましたね。忘れることなどできぬ。あの音楽が懐かしい。なんと。よくここで孫と一緒に曲を奏でたのだ。新しい季節を迎えるたびに。もう二度と聞くことができぬとはな。礼を言う。やめて、来ないで。ヒナ、館へ急げ。ヒナ、死角を捉えるぞ。急げ。辺りを調べよう。足跡があるはず。
なぜヒナが狙われた？サダオから遠ざけるためであろう。すべて筒抜けであったか。我が館に向かう道中で姿を見られたからな。あえて見せたのでは？おとりに使ったのですね。サダオが来ると踏んだのだ。その挙句にヒナが死にました。殺したのは裏切り者だぞ。仕向けたのはあなたです。足跡は一人分、刺客は一人で乗り込んだのか。ヒナが死んだ今、生け捕りにせねば。お長編士、ベデンテン、お作品、助けて。捕まったようだ。殺させるものか。ヘルディア・ゴールペン、属地。血が止まらない。この血が止まるな。深く切られた。こんなところで死にたくない。血が止まらない。助けて。八郎、サダオの弟だな。なぜヒナを殺した？逃がそうとしたんだ。だけど兄さんのために固くなに動こうとせず、そしたら叫ばれて、だから仕方なく。サダオはどこだ？悪いが、兄さんを裏切るつもりはない。うわぁ！死んではならぬ。あやつの居所を吐け。雅子殿。ヒナは無駄死にでした。犯人は我が一族を皆殺しにした者だ。諦めてなるものか。八郎は文を届けていた。もしかすると何かあったか。補給路の地図です。野営に食料を運んでおったのか。サダオがいずれかに隠れておるやもな。一番近い野営のまとめ役に話を聞け。この地図の意味がわかるはずだ。あなたは？ヒナを埋めてやる。せめとものなさけだ。後ほど野営で会おうぞ。